そう、あーでもないこうでもない、全然進まないな。どうだやわら、編集の方は。え、なに、これがいい感じに進んでると思ってるの？心配してきてやったのになんだよその態度は。マジもう何も思いつかないよ、たまにあるんだよなこういう時。毎回茶番考えるの大変だよな。よく茶番どうやって考えてるかって質問来るくらいだからね。たまにツイッターでネタ募集してるけどな。でももうダメだレイム、さすがに思いつかないわ。今回の編集、頼むね。え、ちょっと待って急すぎない？ほんじゃよろしく。おー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 、はぁ、この感じのやわら、マジで疲れてる時のやつだこれ。まあいいか、たまには私が作ってやるか。かといっても何撮ろうかな、何か案があればいいんだけど。あ、そうだ、YouTube のコメントを見てみよう、何かヒントがあるかも。お、出てきた、何何？質問です。なんでソロ大会は動画にしないんですか？なぜ最近ソロの動画を出していないのですか？ソロ大会は出ないんですか？うわぁ、やめろー。痛いところを疲れた。ソロは苦手だからやってないんだ。でも求めてる人もいるんじゃ、ちょっと考えようかな。他はどういうのがあるんだろう。ゼロビルドの動画出して。ゼロビルドで天空してくれたらチャンネル登録します。ゼロビルドの大会の動画はないんですか？個人的にゼロビルド好きだったんですけどもうしないんですか？いや天空は無理だろ。ゼロビルドは得意だけど、人気ないと思って出してなかったんだ。でも、たまにはいいか。そして要望のソロ。来た、ひらめいた。両方一気にできる、ゼロビルドソロビクトリーカップに出ればいいんだ。いやでも待てよ、今やってるかな。まだ朝の8時だぞ。今やってる地域、あったりするかな。お。アメリカサバナラ共同時からやってる。よっしゃあ、これなら動画撮れるぞー。しかも決勝で勝てば賞金。ムフ、ムフフ。うおおおお、そうと決まれば大会の準備じゃあ。この時霊夢はまだ、この大会の地獄を知る由もなかった。はい、ということでやっていきます。なんだよこの始まり。この部屋の物資を漁っていくよ。お、フロッパーだ。ああ、撃たれた。いや開幕早々死ぬんかーい。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と。フランです。アナです。マリサだぜ。たまに出る系です。ということで今回は、決勝でビクロイ目指して、ゼロビルドソロビクトリーカップに出場していきまーす。お、ソロ大会か、珍しい。それでもってゼロビルド、さらに珍しいですね。どうしてこの大会選んだんだ？いやー、なんかソロ大会とかゼロビルドやってってコメント見えちゃって、安直すぎないか。ソロとゼロビルドは動画にすること少ないので、今回は特別編ですね。あともう一個あったわ。これ、アメリカサーバーです。ゼロビルドの時は恒例だなもう。まあ、ゼロビルドなら海外サーバーでも全然戦えるよな。そうね、ちょっと物件に遅延があるとかくらいかな。決勝でビクロイが目標って言ってたな。アメリカサバは何位まで通過なんだ？アメリカサバはトップ5000が通過ですね。トップ5000だって。アジアはトップ2000だけどな。でもアメリカは人口が多いから。トップ5000でも、ボーダーはアジアとほぼ変わらないんだよね。いや人口多すぎだろアメリカ。前回の決勝進出ボーダーは99ポイントだったので。7マッチ中、1回ビクロイすればほぼ確定みたいな感じか。生き残って終盤まで行きたいとこだが、街に降りてるなんてかなり強気じゃないか。いやー、1戦目ですごい悔しい負け方しちゃったからね。いやこの負け方は仕方ないだろ。神ハイドすぎます。よし、シールドもつけれたし、そろそろ戦えるぞ。ソロ大会で強気な時マジでなかったからめちゃ新鮮だな。ゼロビルドだからね、建築よりエイムの方が自信あるからってくらいだけど、楽しみだな、どんな展開に。おい、ジップライン。うわ、これ完全にこっち向かってきてるな。臨戦態勢だ、警戒だぜ。むん、これ一体どこにいるんだ？屋内だけど、そこじゃないみたいだな。確か、こっちから来てたよな。うわぁ、怖すぎですそれ。でもこれって、こっちの入り口と繋がってるんだよな。じゃあ違うやんけ。地形把握能力なくね。うるさいなぁ、それじゃあもう突撃する。お前、それはやばいって。おらぁ。あれ、ここさっきのとこだ。いや方向音痴すぎだろ。もういいもん、別の場所で敵さん探してやる。家の構造わかんなくての諦め。悲しすぎる。だからうるさいってのもう。もういいもん、ところ構わず突っ込むわ。え？ああ、修正。うおお、突っ込むでー。ちょっとあれを忘れすぎだろ。もうバカにされたくないんだ。レッツゴー。まだバンカーの中にいるはず。いた。おわあ。敵さん反応速度早。まだだ、私もショックを使って。ダメだ、敵さんもう奥へ逃げてるぜ。う？どうして？なんか不憫に見えてきちゃった。こうなれば、もう。メダリオンを、借りに行く。いや、正気かレイム。メダリオンならマップ見れば場所がわかる。さっきみたいに取り逃がすことはない？いや、まあそうですけど、メダリオン持ちは基本の差だぞ。立ち打ちできるのか。関係ない。このまま攻めれずに終わっちゃうのは嫌だ。どうしちゃったんだぜレイム。あかん、言い過ぎちゃったか。あそこだ、戦闘してる。ちょうど裏取れてるぜ。あー、これならワンチャン溶かせる。バレてない、行くぞ。おらー、誰？怖
わった、もうちょい。オッケーデジハ。ナイスエイムすぎる。その敵さんメダリオン持ちじゃないです。もう一人が持ってるのか。なら、真っ向勝負だ。マジか行くのか。フニックエイムなら自信がある。もう走り回って射線を通して。やあ、オーバーシールド剥がれた。からの飛び出し打ち。ナイス、シールド割れてる。敵さん逃げ始めましたよ。絶対逃がさない。敵さんおそらく、自動回復メダルだ。なら短期決戦で終わらせる。遠距離では分が悪いか。ならば、ショックエイムウェーブ。一気に近づけましたよ。とどめだ。おらやったー、メダリオン持ちですかー。エグすぎ、しかもニトロと回復の2枚持ちだったぜ。加えてミシックアサルトにミシックコンバット。さ、最強物資になってしまった。へへん、ちょっとは見返せたか。いやー、そりゃだって。ソロ大会の中盤でメダル持ち倒したの、初めてじゃね。そう言われてみればそうかも。そ、そのくらいの快挙だったってことですよ。なんか自信ついてきたぞ、このまま突っ込むわ。行くのかよ。見て、こっちに予測塔が残ってる。お、アンチ外だし、ワンチャン取れるかもだな。なぬ、中性、ちょうど予測塔方面だぜ。ちょうどいい、予測塔ゲットとまとめて。むむ、残骸だ、もう終わったのか。まずいぜ、回復されちゃう。くぅ、ここは逃がしたくない。一旦削って、レッツゴー。うわ、気に当たっちゃった。あるあるすぎる。あれ、敵さんどこ行った。少年、アンチ外だぜ。おいマジかよ。しかも今カードキー取られたな。嫌だ、予測塔取られたくない。取られたー。これはどんまいすぎる。ゆうさん、私の予測塔を。もともと敵さんが取ろうとしてたと思うけど。関係ない。50カット、からの飛び出し打ち。ナイス、もうちょいだぜ。あー、敵さんアンチ内へ逃げてます。ふふ、こっちから無限にトロだぞ。逃がすものか。スライディングアサルト連射。ナイス、エイムもいい感じだな。てかそもそもの火力と精度やばいなその武器。これは強く出れるわ。W キーする敵さんの気持ちわかったかも。普段メダルもミシックも手に入んないもんなレイム。そんじゃ、エンジンもかかってきたし、このまま突撃しますわ。いつになく強気なレイムさん。案外敵さん見つからないもんだな。むむ、おわ、岩裏で敵さん解除してた。これもうやるしかないぞ。当たれ。終わった、冷静に撃つわ。とどめー。ナイスゲッハー。敵さんこれ相当焦ってたな。急すぎたからね。完全にニトロとミシックのおかげだわ。今みたいにイモイモしてる敵さんなら突撃するの全然ありかもな。いつものヤワラさんみたいな敵さんですね。なんか複雑な気分。ニトロメダルだからずっと走ってられるぞー。冷静に考えたらこれ強すぎるよな。あー、ニトロ持つ必要なくなるしな。むむむ、敵さん発見。小屋に入りましたよ。もういいわ、そのまま突撃。いやマジか。おらー、あれ、敵さんどこ行った。上だレイム、まずい。え、いやその倒し方はエグすぎ。狙ったわけじゃないんだけどな。よし、次の敵さんを探しに行くぞ。ほんと今回攻撃的ですね。こんなに物資がいい時なんて今後あるかわからないからな。攻めれる時に攻めてるってわけか。にしても敵さん見つからないな。もう片っ端から物資チェックするか。いつも物資にこもるレイムさんだったら絶対やられたくないことなのに。そうさ、私がイモリストだからこそやられたくないことがわかるのだ。なんだよイモリストって。全然敵さんいないわ。うお、銃声、これは一致かねえ。まるでハイエナです。さあどこだ敵さん。いた、そこか。ショックウェーブで飛んでるぞ。なんだ、逃げてるのか。制してたらチャンスだぜ。よしじゃあこのまま。物資別の敵さんいたんだけど、巻き込み事故やんけ。関係ないでっかー。これは敵さんどんまいすぎる。まあ恨むなら物資に逃げ込んだ敵さんを恨むんだな。かわいそうな敵さん。さあ残り人数も減ってきたぞ。ラストスパートだな。アンチ、狭くなってきたぜ。あー、これなら敵さんも見つけ。むむ、いた、ターゲットロックオン。おい、そのまま突っ込むのかよ。エイム勝負に持ち込む。ニトロ使ったぜ、完全に逃げの姿勢だ。ならここは落ち着いて当てに。落ちてスピードカット。すごい勢いで逃げてますよ。ニトロメダルから逃げられると思うなよ。シュイカネトウからのショットガン。ナイスもうちょいだ。そしてとどめー。ナイス、勢い続いてるぜ。このまま止まらないぞー。もうただの暴走機関車。中性、こっちからだ。ちょうど正面にバンカーがあるな。ここで戦ってたのかな。残骸は見えないけど。ということは、下か。おわ、いたわ。やるしかないぜそれ。いけ、突っ込んできた。ちょっとやれそうな敵さんですね。だがニトロメダルの前で逃げるのは不幸。さあ、白ダメまで追い込んだぞ。でも大丈夫か、見失ってない。いや、大丈夫だ。こっちから音がする。観念しろー。あれ、ちょっと待って。さっと違う隙にあんけ。またとばっちりで草。あーもういいや、あの敵さん狙う。敵頭かよい。マジでやばい撃たれた。ちょ、150削られてるぜ。まずい。うわー。おいこれマジのピンチじゃねえか。くぅ、ここは一旦回復に専念だ。よーい、展開。ナイス、こういう時バブルは優秀だな。あ、目の前の敵さん移動した。バンカー乗っ取りできそうですね。そうだな、一旦このバンカーで耐性。いてててて、エムいなおい。気をつけろ、モサが増えてきてる。おかうえアンチだ、先に登っちゃうぞ。見ろ、すでに登ってる敵さんいる。なら倒しに行くまで。あら、グラトで飛んでる。下降りちゃった。大丈夫かあれ。案の定撃たれてます。いやそうなるわな。
銃声した方に敵さん固まってるんだろうね。ならそっち側じゃないところの敵さんを狙う。よし、あの敵さんとなら 1v1 できる。ああ、でも逃げちゃう。くそー、なんでみんな逃げちゃうんだ。瞬間移動の海まで行かれたら厄介だぜ。行かせんかー。内周泳ぎです。だが下に降りてしまった。敵さんの足音も近い。ここは冷静に位置取りだぞ。さすがにキルトリーってリクロイ逃すのだけは避けたいからな。ここ登れないからバンカー置いて登っちゃうわ。いや使い方もったいない。いいんだよ、多分使い切る前にこのマッチ終わる。一旦ここに立てる。ウォールマニア。これ進撃のピンです。正面から銃声するな。視界が悪くて状況がわからん。あの木一旦壊すか。戦ってるのはあそこじゃないか。多分そうだ。上がるにはあそこからしかないんだ。いたぜ、上から撃てるぞ。よし、あれちょっと待って。何ここめちゃラグいんだけど。これだけのバグですね。と、倒し損ねた。残り3人だ。ここは冷静に。むむ、あれは。ああ、逃げた敵さん撃たれてる。この木を逃すではない。ラスト 1v1 だ。まずはタッピー飛ばしたところを、とどめだー。やったー、リクロイしたぞー。ナイスです。結果的に9キル。現時点でもう90ポイント超え。それじゃあさすがに。よっしゃー、予選突破ー。一回リクロイできちゃえばあとは余裕だったな。まだ喜ぶのはまだ早いぞ。本番はこの後の決勝戦だな。わかってると思うがレイム。決勝はさっきみたいなレベルのマッチじゃないぞ。わかってる、勝てば賞金だもんな。落ちてて行きましょう。頑張ってください。いやっほーい。さあ、行くぞ決勝戦。目指すはリクロイのみ。さっきみたいにキルしまって暴れる必要ないですからね。わかっとるわそんなこと。よし、まずは初動だな。あれ、ワンチャンかぶってないかそれ。大丈夫、私の方が早い。ここの効果、マジで極めてるよな。ああ、一時効果だけの練習してたからね。いやそれはガチりすぎです。オッケー、初動にしては悪くない物資だね。水とショックウェーブは結晶で地球の組み合わせだもんな。これで上にぶっ飛んで、移動アンチを耐え忍ぶんだよね。だが問題はどうやって移動アンチまで行くかって話だ。キルは一切必要ないですからね。まあ倒して敵さんの物資をゲットするっていう方法もあるけど、今はそれほど悪くないしな。私に作戦がある。作戦、どんなだ。まずアンチ内で、塔の端になる場所を探す。まあ、この辺りでいいかな。その感じは、イモリ、ですね。ああ、その通りだ。イモリスポットかよ。まあ本当に戦闘する意味がないからね。敵さんと会わずに時間を潰すのが目的だ。やられるリスクは最小限にか。ということでイモリ回す。いや大丈夫なのかよこの場所。わからん。まあ何もないんで敵さん来なそうではありますけど、万が一来ちゃったらまずいな。その時は応戦するまでだ。さすがにアンチ外れたか。おいおい、早速作戦失敗かよ。いやいや、この程度じゃ作戦は揺るがないよ。まあとりあえずこのアンチはどうにか忍ぶ必要があるから、アンチの際に沿って進んでいきますわ。おいおい、あんま端っこだと次の移動がしんどくならないか。いや、端っこでいいのさ。なぜなら次のフェーズは、アンチ大耐久だからだー。嘘だろレイム。いやいや、体力回復持ってないじゃん。おいおい、何も考えずこの技を使うはずないだろ。見ろ、ここだ。いやこんなとこに何も。隠してあったんかよ。そうさ、これをアンチ方面に投げながら、ギリギリまで耐久していく。レイムがやりそうな技だぜ。でもこれで中盤はしのぎますね。ああ、でも問題は耐久してる間暇だということ。いや別にいいだろそれは。じゃあ、あれやっちゃいましょう。恒例の質問コーナー。アンチ外耐久してる間に、YouTube のコメント返信をしていくぜ。回答はうつ主の柔らが担当するよ。それじゃスタート。今私は高校3年で進学と就職で迷っています。やりたいことも夢もなく、ただ時間が過ぎている状態です。こういう時、やわらさんならどうしますか。進路相談来たこれ。結構あるんだよなこういう質問。まあ最終的には自分で決めてほしいけど、私からのアドバイスは、夢がない人ほど大学へ行け、だな。なんでだよ、やりたいことないのに大学へ行って何かいいことあるのかよ。まあね、でも高卒より大卒の方が就職先の選択肢が大きく広がる。やりたいことない状態で少ない選択肢から仕事を選ぶより、そっちの方がいいと思わない。でも大学は学費が高いですよ。それはそう。でも私もお金なくて、奨学金借りて全額学費に当てたよ。もう返し終わったけどね。学費は自分への投資ってわけか。そうさ、新卒で採用されるのは人生で一度きり。その最強のカードは、勝負したいところで使いたいよねって話。みんなちょうど進路で迷う時期だと思うけど、よく考えて選んで、人生は一度きり。YouTube をやって後悔したことと嬉しかったことって何ですか。後悔したことはマジでない。逆に YouTube 諦めてたら後悔してたかも。いいことではあるな。嬉しかったことは、憧れの選手や有名人と絡めたことかな。 YouTube やってなかったら、絶対絡めてないような人だらけだからな。皆さんが見てくれてるおかげです。いつもありがとうございます。これラスト。ジャムさんと天空しようとしたわけは何ですか。天空に興味があったとか。これなんでだっけなって思い返したんだけど思い出したわ。もともとアンチ外耐久がメインのジャムさんが、不当無用で耐久できなくなっちゃって。じゃあ、天空やるか。
ってなったはず。いやなんでそうなるんだよ。ジャムさんはヘンテコなムーブしか基本やらないですからね。天空が残されててよかったな。まさかの消去法で天空。ということで今回はここまで。皆さんいつも質問ありがとうございます。動画ごとに別の質問して OK だから、じゃんじゃんコメントしてくれよな。それじゃ大会に戻るぞ。なんとかアンチ内まで戻ってこれた。ナイスだが霊夢やばいぞ。アンチが真反対だ。まずい。このままじゃ移動に追われてやられる。とりあえず武器回収だぜ。オッケー。とりあえずショットガン取れた。急いでください。ストームに飲まれてますよ。ああ、瞬間移動を駆使していく。やばいな、ここら辺結構鉄板固まってる。こんなところで撃たれたらシャレにならない。どうにか突っ切るぞ。オッケー、なんとか上陸できた。やばすぎ、どこもかしこも鉄板だらけだぜ。ならば、これを使う。ウォーリーマリア。もう突っ込みませんよ私は。よし、とりあえずここで耐えるぞ。まだ残りのバンカーはあと一つ。すでにきつい状況だな。ここからビクロイ、どうにか道を作り出す。なんだ、おお、下に潜り込んで回復してる敵さんいるぞ。これは一致か、な、別の敵さんにやられた？まずいぜ、今度は霊夢が老敵だ。大丈夫だ、ニトロがあれば。おお、シールドブレイカーだと。逃げろ、あれ使われたらバンカーにこもってもしょうがない。と見せかけて一周してきて。いやー、近づかれてたー。このままじゃまずいぜ。しゃあない、使おう、所属。ナイス逃げだが霊夢。行き場がないぞ。いてててて、まずい、戻らないと。そもそもそのあたりアンチがいです。やばい、またあれを使うしかない。一旦距離を離して、ここら辺から一気に行く。どっちの敵さんいます。どこと安全なとこないのかよ。ダメだ、一旦バンカー立てるわ。いいと思うぜ、ちょうど回復もあるし。一旦落ち着くか。よし、一旦シールド50まで回復。だが一難去ってまた一難。もうバンカーはない、行く場所がないぜ。行く場所がないのなら強引に作ればいい。いやダイナミックすぎだろ。オッケー、ここの敵さんどかしたぞ。度胸あるな今回。そして落ちてるバブルを拾って、容易に旋回。ナイス、これで時間稼げるぞ。でもなんか前の壁壊してきてる敵さんいるぜ。まずいな、もう一個使うしかない。しつこいですね、まだ撃ってきてます。めっちゃ狙われていいな。これはもうここを捨てるしかないか。行くわ、ショックウェーブ。すっげ、これがフィズショックウェーブ。先端の敵さんに圧かけて、敵さんの下をニトロで走り回る。それで大丈夫なんですか。大丈夫だ、敵さんも移動に夢中だ。うおー、仲良く走んなし。どうにかこのバンカーを回収して。とはまずいぞレイム、落下する間に追いついたニトロ。危ねえ、セーフだ。てかレイムさんショットガン拾っちゃってます。おさっきのバンカーはさすがにもうなくなってるぜ。しゃあない、アンチ外耐久用の目引きを持っておく。いけるぞレイム、ショックウェーブの5個ある。よし、ここ耐えて飛ぶわ。そうすれば勝て。はぁ、どういうこと。体力180はあったぞ。それをバーストで一瞬で溶かすなんて。嘘だろ、上飛んでればめっちゃ耐えれたのに。めちゃくちゃエムイー敵さんと思いたいですけど。嫌な予感するよなこれ。ちょっと感染見てみるか。空中の敵さんをバースト3点当ててる。リプレイだ、リプレイを見よう。そうですね、それでわかります。この敵さんか。あれ待って、なんかすでに怪しくないか。ずっと見えてないはずの敵さんの頭にエイムが合ってるね。戦闘になればわかります。あ、全部ヘッドショット。もう一個見てみましょう。絶対チーターやんけー。今の全ヘッショはさすがに擁護できない。はぁ、あ、レイムさん、運なかったですね。いやマジで大会でチーターとかふざけてるだろ。さっきわかったけど、このアメリカの決勝、ほぼ全マッチにチーターいたらしいぜ。終わってるだろマジで。このチーターに立ち向かってたと思うと、かっこよかったな。絶対勝てないけどな。おぉ、果敢にも立ち向かってる。一体誰？いやレイムやないかい。マジか、私チーターに喧嘩売ってたんか。まあこんな感じで儚く散っていったけどな。勝てそうだったのにー。まあもちろんこの後チーターが勝ったんだろうな。さすがにですよ、チート使って負ける人がどこに。いや負けるんかーい。チーターに勝ってる敵さんいたのか。デカガケアンチ前、レイムショックウェーブ大量にあったから。全然上登れた、マジで勝てたこのマッチ。悲しすぎるだろこれ。皆さん、言わずもがなですが。チートは絶対使ってはいけない、史上最悪の行為の一つだぜ。見かけたらすぐ通報して、運営に対応してもらいましょう。ちょっと悲しい終わりですが、最後に皆さん、高評価、コメントで私を慰めてくれ。よろしく頼んだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。